J パーク広報セクションのセクターと申します。どうぞよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、Zoom の方も音声大丈夫でしょうか聞こえてますでしょうかはい、本日はミュンで見るというテーマで、J パーク・ミュン科学実験施設ミューズとは一体どんなところなのかミューズで得られるミュウンはどのような特色を持っているのか 貴重,貴重な文化財や隕石をどのようにして壊さないで見るのかについて教えていただこうと思います。では早速先生をご紹介いたします。高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所ミオン科学研究系特別教授 JPARC センターミオン MLF ミオンセクションの三宅先生にお越しいただきました。では三宅先生どうぞよろしくお願いいたします。どうも 今日はミオンのことを紹介させていただく機会をいただきました。本当にありがとうございます。あの私駅西に住んでおります。あ、宮家と申します。で、今日はあのご紹介あったようにミオンで見るとで、えー、っと今日のあのお話のアウトラインというのは、えー、まず宇宙船ミオンが何かということでその宇宙船のミオンを使って最近えー 隠れた部屋を見つけるとかということが、まあ、あのよくマスコミにも取り上げられています一体何でそんなことができるのかというその原理をご説明してで次に、えー、今日ご紹介するのは j イパークにあるミオン施設ミューズと呼んでるんですがあのこれはあの我々のミュオンサイエンスエスタブリッシュメントという略なんですけれどもこの施設の概要でこれがイントロダクションで,すで次に を、えー、を使った非破壊分析のことをご紹介しますでその内容対象は分離融合というか国白的なこと文化財で早ふさ2が持ち帰ってきたリュウグウのこと、まあ、実験のことよりもこんなことをやりましたということそれとリシウム電池のことを簡単にご紹介して時間があれば加速器ミオを使ったラジオグラフィーのことをご紹介して最後に半導体のソフトエラーを見ると。 いうような内容のご紹介をさせていただければと思います。で、まず、ミュオン。あまり聞いたことないと思います。で、人によってはミュー粒子とか、ボアーを入れてミューオンと呼ぶ人もいます。で、これ、方言と思ってください。みんな同じものです。英語で書くと、M、muon。我々ミュオンと呼んでるのは、この英語をただ読んでるだけ。日本語として読んでるというので、ミオンと呼んでいます。 でこのミオンなんですがちょっと手のひらを上に向けていただくと実は1秒に1個皆さんの手のひらにミオンが降り注いでいますで地上にたどり着く宇宙船のなんと7割から7割5分がミオンですあれ <laughs> で、えー、そういう意味では皆さんもミオンの雨の中で暮らしていると。 いってもかまんじゃないですなぜそのことが起こるのかというと宇宙空間にはあの超新星の爆発等でものすごくスピードの速い陽子これは水素の原子核ですねお子さんがいるからちょっと水素と言っても分かんないかもしれないけどあの水素の原子核の陽子が飛び回ってますでこの宇宙空間に飛び回ってる陽子がたまたま地球に飛び込んでくることがありますで地球に飛び込んでくると 地球には大気がありますので空気の厚さってそんなに厚くないなと思われるかもしれないんですが厚いので分厚いので鉄に換算すると1.3メートルぐらいになりますだから鉄板が地球の表面にあるような、まあ、そういうイメージと思ってくださいでそこに高エネルギーの量子が宇宙から飛び込んでくると 原子核反応というのを起こしますこれお子さんにはちょっと難しいかもしれません。それで π 中間子という湯川、えー、先生が予言した中間子というのが大気に衝突した途端にできます。ところがこのできた π 中間子というのはものすごく短い時間しか生きることができないのであのちょっと難しいからすると26ナノ秒というナというのは2 0のマイナス9乗秒。もうあっという間に ミュュオンとニュートリオンに変わりますしたがって地上にたどり着くときにはもうほとんどミュオンになっていると,ということで七割五分地上にたどり着く宇宙船の7割5分はミュオンであると、まあ、これだけ思っていっていただいてもいいかもしれませんでこの宇宙船ミュオンの,あのどうやって見つかったのかっていうのはちょっと今時間がないので今日 省きますお配りした資料を後で見ておいてくださ一応セミナーを使って最初にちょっとご紹介しましたがあの火山の予知をしましょうということを始めたのが我々のボスだった永峰兼田先生という先生です。で長峰先生は最初はあの筑波さんの年遣芸写真を撮られたんですが筑波さんだとあのなかなかアピールしにくい。 で何がアピールしにくいかというと浅間山のような山頂にカルデラがあるところだとレントゲン写真を撮るとそのカルデラが見えるんじゃないかということで、えー、中村先生は浅間山のふもとにある落合屋さんの浅間園にこうう一対の形式を持っていきましたで一対の形式はどうなものかというと一枚一枚が X と Y のアレになっていますだから ミヨンが例えばこのアレイ形式に飛び込んでくると X の2番地 π の3番地のところにミヨンが入ってきます。でもう1枚あるので通り抜けたミヨンが X の3番地 π の4番地に入るとその1枚目と2枚目の番地を結び合わせるとミヨンがどっちの方向から来たのかは分かる。で例えばこの浅間山を見たときに 空気中を通ってきたときには宇宙船ミオンというのはまあ均等に飛んでると考えられているんですがほとんど減衰することはありません。ところが山みたいに分厚いところを通るとミオンの数がやはり減っていきます。その減り具合をプロットするとこのように空気中を通ると真っ赤。ほとんど通りで。山を通ると通りにくい。 でもカルデラがあると、このようにカルデラは要するに空間があると少しミオンが通り抜けやすくなる。ということでこういう分厚い山のようなものでもレントゲン写真が撮れるということを最初に実験的に証明された。ということで中村先生は学習印象を一昨年とられて昨年度は勲章を取られたとこの功績で取られております。でえー も他の例でいうと、あのここが原子力と関係のあるところですから、えー、2号炉、3.11の地震の時に2号炉、福島2号炉が被災したと。で2号炉を被災した時に、露、まあ、心損傷でとんでもない放射線が充満していた。だけど、近寄ることも難しいんですけれども、中に入って調べるわけにはいかない。だけど2号炉の原子炉 これは上から見たところで横から見たらここですけれどもこの2号炉の建屋の端っこに中村先生が作られた建築機を持ってきてここに置いて原子炉の圧力容器はこの緑のところですその中にはウランの燃料棒があるところ集合体がどうなっているのかというのを見ようとされました。でこれちょっとあまりにもちっちゃいので拡大しますとこれですけれども。 これさっき言った圧力容器というのはこの緑のところです。右でちょっと図面があります。そこにウランの燃料棒が、まあ、たくさんあるはずです。塗をしてなければ。で、これがもしあったら、日本がさっきの,あの山と同じように通り抜けにくいで。真っ黒に見えるはずなんです。ところが、見ていただいただけ、もう明確なんですが、真っ白です。何にもない。 でその代わりこの圧力の下の方に真っ黒い黒いものがということでああやっぱりこれは燃料棒が溶け落ちて下に落ちてるんだということが縦屋の中に入らないで縦屋の外から分かった。でまあこのあとしばらくしてあのロボットとかを使って中に入って調べることができたというのはまあ皆さんご存じの通りですけれども非常にこの辺の情報というのがあの宇宙船ミーを使うとすごくよく分かると。 ということを示したわけですでもなんでそんなことを見分が,ができるのか皆さん疑問にもしませんかでそれをご説明するのはこのスライドです。でこの横軸というのはちょっとお子さんには難しいんですが横に粒子のエネルギー速さを示しています。で縦に物の中の10日の通り抜きやすさを示しています。 で、緑が陽子、水素の原子核。で、黄色が電子。赤がミオンです。で、まず、陽子から言うと、陽子はエネルギーを上げていくと、どん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 透過していきます。分厚いものに透過できるようになります。とこれは、あるところで寝てしまいます。これは、最初にちょっと申し上げたんですが、高エネルギーの陽子になると、原子核反応を起こして、陽子から、 体中監視だとか、軽中監視だとか、反陽子ができます。だから陽子のままでいることができない。というのが陽子の性質です。で、一方で、陽子の9分の1の重さが未読んです、で、電子の200倍が未読んです。で、この電子、は黄色ですけれども、この場合はどうなるかというと、電子は加速すると、 光に変わりやすいといとう性質がありますであの JPAC にはないんですけれどもスプリングエイトとか PF とか放射光の実験施設というところがあってそこで本当にいろんなことを物性実験が展開されていますでそこでは光を利用するんですけれどもその放射光の実験施設っていうのは電子の加速器ですで電子を加速してそれを曲げた時に光になる その精放射機構といます、えー、お子さんには難しいと思いますが例えば電子が原子核のそばを通ると原子核には真ん中に中性子以外にも陽子がたくさんあるので精度の電荷が詰まっていると。でその電波を受けて曲がってしまう。で曲がった時にエネルギーを失って失ったエネルギー分を光として出すんです。でに電子というのは光に変わりやすいので、えー という性質がありますで同じようにミヨンも光に変わり変わることはできますただしこの電子に変わりやすさというのは重さの事情に反比例します電子の200倍重いのでミヨンというのは電子に比べて200の事情ですから4万倍4万倍光に変わりにくいという性質がありますということがあるので ミオンは加速しても減速してもミヨンのまま。ということで、電子よりも200倍重くて、陽子よりも9分の1、軽いにもかかわらず、ミオンは極めてユニークな性質がある。ものを通り抜きやすい。という性質がある。いや、まも通り、と。で、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、例えば放射線にはアルファ線、ベータ線、エキス線、中性子ありますけれども。 だだんだんとこの順番で通りにけやすさが増えていくんですが、ミオは山でも投下できますよということを次に覚えておいていただければと思います。で、えー、そのキーワード1と呼んでいます。後から出てきますので、高い投下のミオを持ってますということです。で、宇宙船のミオ、今ご紹介したのでは大体ジェブとかテブといってもお子さんに分かんないかもしれませんが、 ジェブというのは十の六乗。例えば、十の、あ、あメブが十0のジェブ十の九乗。といえば、その三桁上ですね。もうとにかくものすごいエネルギーが高いイオンが宇宙船では得られる。で、加速器ではメブ v のエネルギーの十の六乗ですね。エネルギーが得られて。で、えー、我々のところでは五十エレクトロンボルトからメブぐらいまでのエネルギーで調節できます。 で、申し上げたいのは、ミオンというのは 50, 円その50エレクトロンボーターと1ナノメートルの透過、えー、ができます。で、1ナノメートルからキロメートルまで極めて広いダイナミックレンジを持つプローブがミオンであると,ということが最初に申し上げたいことです。で、えー、ミオン、まあ、ちょっとこの辺のラプトンという話は難しいんですが、正の電荷を持ったミオンと、 負の電荷を持ったミオン2種類ありますで通常うちの施設では μ プラスという正の電荷を持ったミオンの実験が多いんですが今日ご紹介するのは主に負の電荷を持ったミオンのことをご紹介いたしますで、えー、次にミヨンの施設のことについて簡単にご紹介いたしますで世界中にはあのミオン施設がいくつかあるんですがカナダのバンクーバートライアフというところにえー 直流上のミオン源がありますで、こ,この時には0.5ジェブの陽子のサイクロトロンでミオンを作っています。で、スイスの PSI イというところでも同じように直流状のミオン。ここでは0.59ジェブの陽子を使ったミオン施設があります。で、一方で、これは直流状のミオンなんですが、あのパルスミオンは、 英国のラザフォード・アップルトン研究所に0.8ジェブのこれはパルス上のシンクロトロンの加速器を使ったミオン施設があります。で、今日ご紹介したい j p パ r クというのは3ジェブのシンクロトロンでパルスのミオンが出ます。で、パルスというのは j p パ r クの場合には40ミリ,ごとに40ミリ秒ごとにミオンの束がやってくると。 というのがパルスミヨンで GC というのはずっとやき続けているミヨンであるとあの AC の電源と GC の電源とあの違いがお分かりになると思いますがそれと同じようなあの形でミヨンが得られるというのがミヨン施設になりますで、えー、このミヨン施設のレイアウトをこうに示しています で3ギガエレクトロンボルトの J パークでシンクロトロンで得られたプロトンを MLF という物質生命確実結成に持っていきます。で、最終的には中性資源に持っていくんですが、その中性資源の上流30メートルのところに我々はイオン源として20分のグラファイトを置きます。グラファイトというのは炭素ですね。炭素を置きます。この炭素と3ギガエレクトロンボルトの用子。 を原子核反応させて宇宙船と同じようにパイ中間子というのを人工的に作っていますこの人工的に作ったパイ中間子がミオンとニュートリオ,オ,オに変わるというわけですで、今日ご紹介するのはあのうちにや D ラインとか U ライン S ライン H ラインとかあるんですがまあこの D ラインだけなのでちょっと時間もないので、えー、季節の紹介の話は次回またさせていただきたいと思います でこの D ラインの特徴を申し上げますと、えー、さっきちょっとも言いましたが、3ギガエレクトロンボルトの、まあ、諸外国のミュアン施設に比べると、0.80、まあ、分とか0.50分のミュン用子に比べると、ものすごく高いエネルギーの用子を使っています。で、このことがすごく大事で、この高いエネルギーの用子だと、負のミュはを作るための、負のパイオンを作る。 効率がすごくいいとだからあの諸外国に比べて大強度の π マイナスひいては内強度の負のミオンが得られます。ということでキーワードの2としては j パークのミューズという実験施設では世界最高強度の負のミオンが得られますよということをちょっと覚えてください。これがキーワード2です。キーワード1はミオンが10日の方がすごくよかった。キーワード2が 世界最高強度の負のミュンが得られるということが企業と2です。でもう一つ、えー、これは j パークの D ラインの特徴なんですが、ああら <laughs> ミュンを取り出すときに、一旦倍中間子をあれ作って、えー作るわけ、作ると申し上げたんですが、実際にミュンに このように26ナノ秒という短い時間で変わるんですけど、変わる間、この π マイナスというのを6メートルの超伝導ソレノイドの中に飛行させます。で、この飛行しらずに負のミオンを作るというわけなんですが、この超伝導磁石、まあ非常にあの技術的にも大変なことだったんですが、通常超伝導磁石の冷却を考えると窓が普通はあるんですが、この窓がビームライン上に窓がない。 で何が言いたいかというと窓がないので他のミオン施設に比べてものすごい低速のミオンが引き出する。窓があると低いエネルギーのミオンというのはそれ止まってしまうので外に出てこないという特徴があります。ということで、えー、j パックの D ラインというところでは負のミオンを0.2ミクロン200ナノの深さから62ミリメートルまで2の 深さに打ちこれ後であとで広角の実験にはすごく大事なのでこれはキーワード3になります。で、えー、次に負のミオンのことをちょっとご紹介します。で負のミオンというのはさっき申しましたが200倍重い電子です。で原子の平等を考えると真ん中に原子核があってその周りを電子がまあ軽軌道とか L 部角とかいう角でで 一定の軌道を電子が回っているというのは原子の並走ですが、200倍も重い電子がドミュオンがどうなるかというと、電子に比べて原子核にものすごい近いところの軌道もあります。だから原子核との結合エネルギー、バーニングエナリーとも言いますが、それはすごく強いというそういう特徴があります。で、この負のミオンを使って非破壊分析に使いましょうという。 こととを今我々とこでやっております、で、野界分析どうやるのかということなんですが、最近あのコロナのせいで花火を楽しむこともできないですけれども、花火というのはこの夏の夜空で色とりどりの光を楽しむというのはまあ大きな醍醐味です。で、このろんな光を楽しめるというのは、 お子さんにはまだ早いです高校ぐらいに炎色反応というのを習いますで炎色反応というのはどういうものだったかというと、えー、元素が火,火をあぶ,あぶられるとこのあるところにいた電子がその火からエネルギーをもらって上の順位の軌道に移りますところがある一定時間するとまた元に戻ろうと元に戻ろうとするときに元素に固有のこの差分の エネルギーの光を出しますこの光の色が銅の場合には緑色、リシウムの場合には赤色、ナトリウムの場合には黄色の光、色の光を出す。ということがあって、この炎色反応でこの元素を使うことによって色とりどりの光を作り出すことができるというのが花火です。で、これと同じことが何度もあ起こります。ただ さっき申しし上げましたように200倍も重いので電子に比べてこの炎色反応で出てくるあの特性センと呼んでるんですがこのエネルギーが大体銅の場合の8ケブに対して1.5メブリ200倍も大きいエネルギーの液栓が出てきますでこのものすごい高いエネルギーの液ンが出るということで電子由来の液ンだったら自己吸収っていって 資料自身に液晶が出ても、そこの資料の中で止まってしまって、外に出て検出器まで届かないことが結構多いんですけれども、そういうことがないと。だから、電子由来の分析法あ後でご紹介する蛍光液性の方だと、ナトリウムよりも軽い元素というのは基本的に観測できない。でも、ミオンだとナトリウムよりも軽い元素であっても観測できるという特徴があります。で この分析法、風味を分析法を人文科学に応用できないのかということを考えてで、我々は作る側の人たち、一方で理系の人たちですね、主にで。一方ではあの歴史民族博物館とか科学博物館とか大学の,あの考古学の研究室の先生方、普段は会えない。えー グループが一緒になって研究するためにあの分離融合シンポジウムというのをあの2019年から開始しました。もうかれこれ4回やってで実は5回目今年の9月9日10日に上野科学博物館で第5回目をやる予定です。であのもちろんあの我々ミオンはやってるんですがミオンだけじゃなくて放射光、中性子 カーボン14。えー、まあ量子ビームと航空学ああの事務科学やってる研究者が一堂に会して、で、こんなことが困ってるんだ。で、それを解決するのにどうしたらいいのかっていうようなことを議論するシンポジウムをやっております。まあ、その中で、えー、いろいろと研究を進めてきたというわけですけれども、まず、 事務科学文系の人たち話して、えー、分かるのは、まあ、文化財の資料というのは制作された時期とか地域とか技術とかによって科学蘇生が違ってきます。でこの科学蘇生をちゃんと調べるということは、まあ、人類の歴史の文化的な指標になると。で別の言い方すると制作された時の科学蘇生というのは 1> 第1のカテゴリーでは地中で錆びてしまって変異してしまう酸化してしまった場合もあるしあるいは表面と奥では違った場合もあるこれがカテゴリー1としますあとでこの1カテゴリーごとにご説明いたします例をで2番目は表面処理人工的に制作した化学状態をあとで加工する場合もありますでこのご紹介もあとでいたしますで経年劣化して 表面が変わってしまうこともあります。で今日はあの、まあ、この3つのカテゴリーに分けていくつかの研究例というのをご紹介したいと思います。でまあご紹介する前に考古学でよく使われている手法というのは蛍光液質線法です。でさっきも繰り返しになるんですがどんな手法かというと冷気液線を見たい考古物の中に入れます。 で打ち込むんですけれどもさっき申し上げたように元素に固有の蛍光液栓特性液栓の場合には低いので深いところに打ち込んだものは出てこれません自己吸収してで結果としてだいたい5ミクロンから100ミクロンぐらいの表面にから出てくる元素分析ができるというのがこの蛍光液栓法です 我々の手法というのはさっきからご紹介したように0.2ミクロン200ナノに止めることもできれば1ミクロンに止めることもできる10ミクロンにも止めることもできる5ミリにも10ミリにも2の深さに止めてそこの元素分析ができるという特徴を持っているというわけです。で第1の,あのカテゴリーと申し上げた地中で錆び化してしまうとか深いところのあ どうやってであのまあ皆さんの銅鐸とかあの銅鉾っていうのは聞かれたことがあるかもしれないこれはあの青銅製品で弥生時代の前期末からあこの青銅器というのは作られるようになりましたで一方でこういうものが見つかるのは山の斜面の土の中とか、まあ、場合によって畑の中で見つかることも多いそうするとこうやって錆びてるんですねあの 6小というと緑なので、やっぱり錆びてることがもう見た目で分かります。だから、この表面付きは錆びてるんで、やっぱり作られたときの素性というのがわからない。で、そこで活躍できるのがこのミヨンだということです。で、打ち込み深さを変えることで、例えばこの,この周りがミオンのエネルギーを調節して40ミクロンの重さに止まるようにします。そうした時に ですから銅とか鉛とか鈴があるんですがたくさんの酸素があることがわかります。これは液晶、元素固有の液晶が出ますので元素にあのどこのピークが出ると酸素であるとか銅であるかということがわかります。で、さらに100ミクロンで打ち込んだときにはどうか。酸素はまだまだ残っています。で、 690ミクロン打ち込むと、あやっと酸素がほとんどないねと。だから、度のあのを調べるときにも、やはり、おっと、あらら、<laughs> すみません。690ミクロンまで打ち込むと、この製作当時の銅とか鉛とか鈴の割合が分かる。でえー このあの成分から作られた時期だとか地域だとかそういうことを議論できるんだということです。で、次の例というのはこれも一番のカテゴリーなんですけれども、あのもっと奥深いところを調べるというものです。で、尾形光安というとワークマのその大阪に鉄塾を作った方として有名です。で。 まあ、天然痘を対策するとかインフルエンザの対策するとかっていうことでも本当に優れた漢方医乱方医だったわけです。で私なんか実は「あのジン」というドラマの武田鉄矢を思い出すんですけど <laughs> まあそんなことを置いといてあ大阪の敵塾というところに緒方興奮さんが残された薬箱というのが残ってます。 でもやっぱりもう江戸時代の後期からですけれどももうだいぶ経ってると。ということでこのガラス瓶が開けることができなくなって。もちろんガラス瓶ですが叩き割ってあの出せば中身は分かるんですけれどももう本当のお宝、中のお宝、そんなことはしたくない。というのでミオンが活躍できるということです。でただしそんなお宝をこの j p a g に。 すぐに持ってきてくれるかというはそんな甘くない。で、まず、この風味を,を使った冷やか分析法の、まあ、実力を示さないとで。我々1年かけて実力を示すことをやりました。で具体的にあの、適、えー、塾からの提案は甘いという、缶というあの略語のついた薬を調べてほしいということだったんで、で可能性として、缶、ま、口、あ、というと水銀、 と塩素の化合物だということは、まあなあの、なんとなく文献からも想像できた。ということで、小型公安の薬瓶じゃなくて、まあ、それに似たような薬瓶を用意して、その中にこの HgCl2 という錠剤を入れましたで。錠剤を入れて、日本を外から当てて、でエネルギーが低いときにはガラス瓶に止まって、ガラス瓶の元素分析をしましょうと。で、少しエネルギーを上げると、この 錠剤のところだけに止まるような調整ができるようなそういうなそい実験がありますでこの、えー、青というのがガラス瓶に止まるように調整したもの赤というのが錠剤に止まるように調整したものですでこれだけ見てちょっと分かりにくいんですがガラス瓶の成分というのは酸素とかシリコンですねこれはシリカガラスですから、まあ、そういう成分でエネルギーを上げていくと錠剤だと塩素とか 水銀が増えていくことがある。でまああの定量的な解析をして、えー、このようなレーションで、火で水銀と塩素があるということが、ミョンで示されてあの、非破壊でこういう中のものを分析できる能力がありますよということを1年かけてお示ししました。で、1年経って初めて、から許可を いただきましたでただしまあ非常にお宝ですから、まあ、順次時間だけ照射させていただいている尾形公安さんのお宝を持ってきて照射しましたでその時の実験結果はこれですけれどもまあ見ていただくように水銀と塩素がまあ主成分であるとでこのえ実験から水銀と水素がえ同量ある HgCl2 というのが中身であるということが分かったと。 であのこの,あの論文化されてプレスリリースして、まあ、NHK だけじゃなくて新聞も8社9社ぐらいに記事になりましたので、ね、あの記事を読まれた方もあるかもしれませんが非常にあの注目された実験になったというわけです。で次に2番目のカテゴリー表面処理というカテゴリーのことをご紹介します。で 表面処理、江戸時代の小判の変遷ですけれども、これ、慶長小判から、まあえー、9種類、10種類の小判が発行されています。みんな黄金色に見えます。ただ、実は慶長小判というのは84、84%から87%の金があるんですね。元、ま、禄、あ、とか、えー、天保とかだと金の濃度がものすごく低い、銀がたくさんあります。 でもこれはまあエド・ボクがチートしたというわけです、ね。でもチートするとこんな黄金のように見えるはずがないと。でどうしたのかということがまあえ今日お話しする内容です。でこれはあの金座資料というあのマニュアルですね。どういうふうにそれをチートしたのかということを示する文献が残ってまして。で具体的に、えー 銀が例えば五十パーセントくらいあるところに真っ白に見えます。銀色に光沢があります。これ庶民が使ってくれる。どうしたかっていうと、こういうあの色付け薬。まあ、中身はなんか炎症とかまあいろんな録ぐらいのものを塗ったらしいですけれども、塗って表面の銅、あ銀だけを溶かす。銀はそのまま置いておいて、銀だけを溶かすという処理をやったらしいです。 だからただ本当に表面にある菌だけは溶けてだから浅いところには金が残るのでこのように焦がれるように見えるとこういうチートの技術が発展したというわけですで実は日本で実験する前にこれを調べた人がいますただし破壊的に調べます。たでこの点になっているところはこのを大 分析法というもので、えー、金と銀の濃度を調べるんですけれども具体的にどうしたかというと調べてそれであのまた掘って深く掘ってでまた測るということをどん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 あの深さを変えながら壊しながら測ったとただ文化財ですから本当はそんなことはやりたくないですねでこれを見読んで やであのこれは宮根さんの実験結果を示したものですけれどもミヨのエネルギーを変えることでたいまあ5ミクロンぐらいまでは金がどん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 減っていくけれども5ミクロンの深いところでは金と銀の量がまあほとんど同じになるということが非破壊で調べることができました。あこのこの横軸はのあ金小板の深さで 縦軸は金の濃度です、ね、浅いところは金の濃度が高い深いところでは金の濃度がどんどん減っていくということを非破壊で調べることができたということですでまあこれを小判の予想部で菌が付加していてたくさんあって内部では濃度が徹していることが実験的に分かったというのがこの小判の色付けですで最近我々の小判以外にも 江戸時代にはあの、長銀っていって、銀と銅の合金も使われてました。小判だけじゃなかったです、ね、で、まあ、小判があまりにも有名ですけど、蝶銀というものも使われていたと。で、この長銀というのも、これは銀と銅の合金ですから、あの江戸幕府が地位としたんではないかというふうに疑われたので、それを視野会で調べることにしました。で 将棋の前では銅をなるべく多くしたい。で、多くすると、実は銅が多くすると真っ赤になる、赤くなるんです。で、白い光沢ではなくなる、銀色の光沢じゃなくなる。で、ということを見、えー、本で調べたのが、ちょっともう時間がどんどん切羽詰まってますが、やったのがこの実験結果で、これはあの原文、文政天保という、どんどん時代が1736年から1820年、1837年。 下に行くほど年が新しくなるんですが、一番古い原文では、深いところでは40%銀があって、これ横軸は深さで、縦軸は銀の濃度です。で、浅いところに行くと、まあ大体60%ぐらいになる。移動系があったということが、やっぱり長銀でも分かります。正面に使ってもらうためにはやはり銀色に見えなきゃダメなんです、ね。で、ところが、どんどん時代が上がると、天保になると、 あのもう深いところで銀がまあ30%切ってでしかし表面では80%銀は節約できるけれども表面では銀の濃度が多いので一見美しく見えるという,うことがエドバックがやってきたんだということが壊さないで分かるようになってます。 まあこのようなことも含めていろいろやってるんですけどちょっと時間がないのでちょっとだいぶ省きます。これはちょっと省きますで今日ご紹介するもう一つの,、えー、あのイベントとしてハイブサ2の回収資料これリュウグウの衛星から持ってきたものを調べるということで,で中村智貴先生二宮さん高橋先生がまあ中心になって、えー、はあのやった実験のことをご紹介します。 でなんでご紹介したいかというと、まさに6月28日から今月、j パークにこのリュウグウ、ハーブサツツの持ち帰ったリュウグウの資料を使ったミオン実験をやったからです。で、ここにおられるのが中村智樹先生ですね。で、まだこれ、実験やったということで、結果は公表できないんですけれども、あ中村先生がいただいた資料をそのまま使います。なんでミオンを使うのか。 でさっきの繰り返しになりますが、ミオン分析は日破壊分析で壊さないでも、日、えー、破壊で炭素の量が分かります。さっきから繰り返し言ってますが、ナトリウムよりも軽いものを日焼で調べるのはミオンしかありません。ミオンでしかできません。だからミオンでやるということになったということです。で、それだけじゃなくて、ミオンだけじゃなくて、例えば炭素以外にも軽い原素ナトリウム。 軽減素窒素とか酸素ナトリウムマグネシウムアルミニウムなんかも見たいとこれを全て見ることができるのでうちで実験をしてもらえたということになりますで科学的な意義ということですけれどもこの炭素系の,あの、えー、コントライトらしいんですけれどもこれ炭素含有量を知ることができればもう時間がないでに飛ばしますが原始太陽系成分内に有機物が 太陽からの距離のうちでどのように分布していたのかは分からない。太陽系の歴史を調べるのにすごく大事なデータであるということで、うちで実験をしてくれたと。でこれからあの初期分析として選ばれましたが、うちで実験した後と、どんどん、えー、他のスプリングエイトとかに行って実験が展開していくというわけです。あともだいぶ時間が長過しちゃったんですけど、あと、不能妙な控え分析法で、 リシウム電池の研究もやってますで、リシウムというのはさっきと同じようでナトリウムの軽い原子ですで、リシウム電池のことをちょっと復習すると充電すると正極の仮想土にあるリシウムのイオンが陰極アノードにリシウムが移りますで、放電すると逆にアノードにあったリシウムイオンが仮想土に戻ってきます でフノミオンを使うと電池として動かしながらフノミオンを2位の深さに打ち込むそれをどういう意味かというと仮想度の解明から例えば20ミクロンの深さにあるリシウムの量が重放電でどれぐらい減ったのか増えたのかということが分かるということで産業利用にもまあ非常によく使われるようになってでこれはヨタ中堅とか石器化成との共同研究も いろいろやって、重方でにおけるオペラの測定というのもかなりいろいろやっています。もうだいぶ時間が経った <laughs> 超過しちゃったんですが。ということで、フノミオンの原則法の、えー、特徴というのを整理しておきますと、まず、エキ線が200倍高いエネルギーで得られると。で、効率がすごくいい。日本1個で大体10個から100個のエキ線が出ます。非破壊で放射化もほとんどします。 でナトリウムより軽いものもの見える深さ方向を変えると深さ方向に依存したあ元素分布というのが分かる化学状態も分かりますで一番ちょっと強調したいのは空気中でも真空中でも測れます簡単に測れるということですねという、まあ、こういう特徴を持った分析法というのをご紹介しましたただし、まあ、こういう工学の実験いろいろやっているうちに この例というのは、ちょっとまた戻り,戻りますが、聖堂でできた教頭というものをやっていた時です。で、この教頭というのは、1 2世紀の,あの末法思想から、死後に極楽浄土に行けるように、えー、庶民の人がお金とか、持っている道教とかを寄進をして、その道教でお経を入れるための入れ物を作ってもらうということがあったそうです。でこの お金からできた成分とこのお経を入れるためのこういう供述というの,の成分が本当に一致しているのかどうかと調べてくださいと言われてやったんですけど、まあ、結果としては供述との同経の成分はかなり違いますよという結果がやられたんですね。今申し上げたのはそういうことではなくてその時に合格の先生に言われたのはこういう青銅製のものとか勤労性の入れ物の中に入ったものをイメージできないのか何が入っているのか からないで、すかかいう,ふうに聞かれてましたで教室だけじゃなくて、臓骨器ってあの、骨を入れる容器ですね。これもあの金属の場合だとで、通常、レントゲンというものはあの金属の中に入れると、中は見えないんです、軽いものというのは。で、読んでできませんかって言われたんで、ちょっとあの先々月ぐらいに、えー、可能性を調べるために、ちょっと招き猫という。<laughs> 人形を使ってイメージが取れるかどうか調べました。で、イメージが取れるとことが分かってで、さらに元素分析もできますよと。で、加えて、供述の中にあるものが見えるかどうかを調べるために、この猫を銅の筒の中に入れてイメージができるかというのを調べました。だから、これもできると。だから、あの工学の先生方が要望していることが、 まあできるんだということを言えて、まあ、非常に喜んでいるわけなんですね。まあ、その中でも特にあの簡単にこれあの実は1 2分で測定したって書いてあるんですけどで若い人に聞いたけど1分の測定を360度回したと重常み間で。これ3次元の秒数も取れますよと簡単に。でその断面図も取れますよということで、まあ、この章というのはぜひあん が非常に強力だなといでこれからどんどんこれを展開させるとさっき申し上げた青銅製の供述だとか造骨機あるいは仏像の中にあえた体内物なんかも仏は仏ですねあるいはあのこれ工業製品的にももっと分厚いものも測れるので中性子 でも大体10センチぐらいの厚みですけれども、エクセンで大体2、30センチですかね。で、エネルギー、あもう時間ですから、<laughs> 分厚いものを測れるということが分かったと。で、もう時間なんですが、最後にソフトウェアのことは簡単にちょっと言います。あの、今の世の中でその半導体というのはすごく大事です。で、パソコンとかいろんなものに使われてます。で、実はこの半導体というのも、 エラーが起きでことがありますこもの放射線中性子とかミオンがまあ最初に降り注いでいるのでそれが影響するということでまあ飛行機落ちるかもしれないという話もあるんですがまあ起きる確率はすごく小さい。で例えば自動運転のためには今グラフィックプロセスユニットという映像を調べるためにこれが車ですかこれが人ですか。 いるですかというのをグラフィックするためのこういう半導体が10億台ぐらい今あります。でも台数が多いのでソフトウェアが起きると大体世界で1時間10台ぐらい事故が起こる可能性があります。でもちろん携帯電話で落ちても構わないんですが、ね、事故が起こると困りますよということで我々はあのこの未音によるソフトウェアというのは一体どれぐらい起こるのかというのを調べて でも時間が来たというので、まあ、5G とかこれからどんどん,どんどん収束が進むとミオンによるソフトエラーの効果ってのはすごく大きくなるだろうというふうに言われているので、まあ、今後こういうことも研究していきたいというふうに考えています。すみません時間が来たということでおしっかりを受けています。じゃあ,あのまとめて宇宙船ミオンで、まあ、山とか原子炉とかピラミッドを見ることができます。負のミンを使って 文化財、リュウグウ、電池を見ることができます。で、3次元イメージングも意外に分厚いもの、電池分場が見えます。あと、半導体ソフトウェアというのも日本では非常に重要な、これから社会の,あの安全安心の社会を構築するためを見といたほうがいいというご紹介をいたしました。すみません、時間超過しました。はい、先生、どうもありがとうございます。あの 日本高い、えー、と10日の、えー、それから、はい、ミューズは世界最高強度のパルス、はい、政府の身を得られるというようなあ<れ>あのポイントを絞っていただいてご説明ありがとうございます。あのいくつかご質問をあの皆さんから受けてもいいですか,でしょうかはい、もちろんです。<laughs> はいあの、どなたかご質問がある方がいらっしゃいましたら、えー、とズームでご参加の方でも結構ですので、お声を上げて、あ早速ありがとうございます。はい はい、はい、ではどうぞ。あ、拾えますから<あ>大丈夫です、のこのまま。えっと、ミオンで被破壊検査をしやすいっていう話は非常によく分かりました、いくつなんかに比べて、えー。そうすると、あとはお金の問題になると思うんですけど、<laughs> そうですね。えー、ううものすごくお金がかかりそうな気がするんですが、<laughs> はいえー、CT とかそういうのに比べて、実際 J パークで、まあお,かお金は度外視してやってるんでしょうけど、レビュナイ1回の 日か0破壊検査でかかるっていう感じ j パークであでお金を頂い,いて何か検査してるってことは今今の現在ではちょっとないんですけれども、はい、確かにおっしゃる通り j パーク k っていうのは電気代だけでもすごくあのかかりますただしあの今現在はこのようなあの j パークという巨大な入院施設修正施設でやってますけれどもこの技術がエスタグッシュできればあの この手法というのは確実できればあの小さなミオンゲンというのを作ることができますので、まあ、最終的には j パークでいろんなことを基礎を固めてここ,までできるここまでレゾルーション空間分解能を上げられますで。例えば鉄でも1メートル、2メートルのものでもあの10ミクロンぐらいに CT が取れますというのことを証明すればあの小型加速器、小型ミオンゲンという形で あの将来は展開していけるんじゃないかと。で、おっしゃると今も現在はすごくお金かかります。今どがしておっしゃる通りやっております。ありがとうございました。ありがとうございます。えっと他には何かございますでしょうか。えっと質問がはいあのはいあどうぞあのズームのはいえっと興味深いお話ありがとうございました。 えっと質問が二つほどあります。一つはですね、えっ、ー、と、おまだこのその、その、などの文化財を、あの、調べられて、えっ、ー、と、まあ、あの昔やこういうふうに言われてたけど、調べて、あ調べたら、ま全く違うと、例えば先、サイコロの教授と、同京の例なんかも、まああの、<laughs> 言われたことと、建前と、なんか、実態が違うというね、そういう例は、 えっとあのあの我々違うとまではちょっとだまだ言えないんですねあの形状変化的にどんどんあの変わってさっきの供述と同郷の場合にもあ,のあえてそういうふうな成分であの昔の職人がやったという可能性もありますただ日本で測った時には供述の成分はこうですとで同郷の成分こうですとで動線 どうその時は総からあのこの当時はお金を輸入していてでこの総戦を使って庶民が生活していたということもありますだからその総戦を基準して共通を使ったんじゃないかという説があるんですけれどもあのそれが違うとまではまだ我々はあの申し上げておりますただ見分なかったら試合でなかったらこうですということを今申し上げている段階ですであとはやっぱり歴史学者と あの考古学の先生方と議論しながら、どんどんあの結論を導いていくと、まあ、そういうのが文理融合のスタイルかなというふうに思っていますどうなっちゃうのかというのと、はいこの元、元に戻って、電子に変わって、安定するのか、なんか変な。 物質が変わっちゃうってことになりますはい、あの正、ー、の電荷を持ったミオンの場合と負のミオンで違うんですが正の電荷を持ったミオンというのは2.2マイクロの寿命で陽電子1個とニュートリノ2個に崩壊します別のものに変わってしまいますで変わるんですけどその陽電子を検出することによってそのミオンがどれぐらい生きたのかあるいはそのミオンが感じた磁場の情報というのは引き出せます で一方で、フのミオン。のミオンは、そこにあのお示しいただいたように、原子核の近くをの軌道を回りますで。軽い元素の場合には、水素とか炭素の場合には、原子核に捕獲されないで、まあ、2マイクロ近く生きるんですけれども、ね、生きた後に、電子と、またニュートリオンを2個に放壊します。それはだいたい2マイクロぐらいの時間です。ところが、重い元素。 鉄とか、っと重い元素に止まると、原子核に吸収されます。で、原子核に吸収されると、原子核反応を起こして、別のものになってきます。まあ、そうすると、ミオンのままで入れないということになります。だから、だからご質問の,あの答えとしては、ミオンは平均寿命で2マイクロで、プラスの場合には陽電子とニュートリアで、F のミオンの場合には、 軽い元素の場合には2マイクロ程度で電子とニュートリアル。重い元素の場合には原子核にキャプチャー、捕獲されることが結構多いと。原子核が変わっちゃうことにそうですね、原子核あの捕獲されると、原子膜が1個変わります。変わって、その化学状態も違うので、また面白いことがそこであの化学状態が変わるので、あの情報が引き出せると。 いう新しい、あのトライというのもされております。まあ、ただ、まあ、とは言いながらも。あの数が少ない。のでお,おっしゃる通りです。あの。アボカド数から言うと、ジェイパーク世界最高強度と言っても。たかだか六十とか八十なので。アボカド数から言うと、全くないに等しいです。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、いかがでしょうか。 はい、追加でも結構です。ええズームの方、いかがでしょう <laughs> はい、よろしいでしょうかじゃあ、先生あの、そろそろお時間にもなりますので、本日のハローサイエンスを終了したいと思います。三宅先生、本当に今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。